アルメニアを治めたマルズバーンの一人、バハンマミコニアン南西アジア氏より詳細には、イラン世界の歴史において、マルズバーンまたは、マルズバーンは、古代内市中世の時代に用いられた、国境地帯や辺境地域の総督大主あるいは、辺境博を意味する称号である。アルシャクアサ、パルティアやサーサーンアサ、ペルシア帝国が設定した階級であるが、 単なる一軍の長にとどまらず、拡大された権限が与えられていた。プロコピオスによると、東ローマ帝国のストラテゴスに相当する地位であると言う。マルズパーンは、パフラビー語、MRZWPN からの音転写。マースは、国境、境界を意味し、節字のマイナスパーンは、守る人を意味する。近世ペルシア語においてはマルズバーンである。 ペルシア語の単語、マースは、アベスター語で、前線とか、国境を意味する、マーザに由来する。一方で、パーン、パブンは、アベスター語と古代ペルシア語で、守る人を意味するパッドと、同語源である。マルズバーンは、近世ペルシア語から、アラビア語にも、借用語として取り入れられた。マルズバーンの階級伝統は、ハッカーマニシュアサに遡ることができるかもしれない。 しかしながら、資料の不足から、パルティア帝国時代でさえも、階級が、どのように分かれていたのかが、半然としない。これに対して、サーサーン朝時代に入ると、紀元三世紀から、貴族階級が四内市五層に分けられていたことが、王家の碑文を根拠にして分かっている。いわゆる、シャアを指すシャフルダーラーンサードレン、バースプフラーンバスパーラン、ウズルガーンウザーガン、下級貴族、 アーザーダーン、アーザーダーン、カダグフワダイコドックザ・ウィデイの古僧である。サーサーン・アサの軍事組織は、パルティアから引き継いだシステムよりも洗練されていた。カースト制は、インドのものより柔軟ではあったが、組織を支配監督する立場の者たちは、ほとんどがウズルガーン・カースト出身であった。後期サーサーン・アサのマルズ・バーナーンもまた、アーザーダーンに遠言がある可能性がある。 アーザーダーンは、ほとんどの場合、村の領主であって、馬に乗る若者、アスバーラーンには質を供給する、者たちであったが、中には、王権との結びつきを意味する、バンダガーン、アイアーラーン、ジャンバーザーンといった称号を帯びて、王の護衛や敬語を司るこの絵であった者もいた。アスバーラーン騎士、マルズバーンという称号は、パルティア帝国に始まると見られ、 同帝国の前線地帯であったニサなどで、MRZWPN やディスプテと記された称号の要例が見つかっている。おそらくは、MRZWPN の称号が、前線の騎兵隊を率いる隊長を意味し、ディスプテの称号が、鳥の守備隊隊長を意味する。その一方で、ハカーマニシュアサのダレーオス一世の時代には、すでにマルズバーンがいたと考える研究者もいる。 マース弁、スプダーソブド、キャンラング、スタンダー、ペイガーズ弁といった称号の間の正確な関係については不確かなところがいくつかある。資料では、マース弁とスプダーソブドとの使い分けは曖昧で、ただ、マース弁が最前線の軍団なり地方なりに厳密に限定された称号であることは読み取れる。少なくとも明らかなのは、アバルシャフル地方における称号。 キャンラングとの使い分けである。この言葉はイラン東部の言葉でマース弁から派生した言葉である。軍を守るものを意味するペイガーズ弁という称号についてははっきりしたことがわかっていないが地方軍団の指揮官か大使のようである。これはマース弁が前線や地方を守るものを意味することと対比される。おそらくはペイガーズ弁と呼ばれるものは 王朝の臣民に課せられる義務から免れたと見られる。スタンダーはオストンの大衆である。一時資料からはマースベンが一州ないし複数の州を滑るものであったことが示唆されるが、マスウディがシャフルバラーズ王に対して用いた称号を帝国の四分の一と同一しできるという証拠は全くない。マースベンの地位はほとんどの帝国の支配階級と同様に、 世代を超えて父から息子へと譲られることによって、探偵家族に世襲された。年功を十分に積んだマースベンたちは、銀の冠を被ることが許され、アルメニア地方のように戦略上最も重要な前線地方のマースベンたちは、金の冠を被ることが許された。遠征時には、その地のマースベンは、現地葬式官とみなされ、それより、 地位の低いスプダーソブドは一個の舞台を率いる指揮官であったと考えられる。スパーフベド騎士。時代が下り、マルズ・バーンの子が指す意味内容が変質していくと、スパーフベドがマルズ・バーンとも呼ばれるようになった。マルズ・バーンの植文は年月が経つと変化していった。マルズ・バーンは、 より小規模な領域を干渉し、行政支配の一部分を担うようになっていった。この将軍職が成立した初期の頃に、マルズバーンにより収められていた、主な地域としては、アルメニア、ベート・アーラ・マイレー、パールス、キルマーン、スパハーン、アートルパータカーン、タップルスターン、ニーシャープール、トゥース、サカスターン、マーズーン、ハレーブ、マルブ、サラハスがある。 ここで言及されたもののうち、いくつかは大ホラー山地方に属する。かなり大幅な自治が許されていた地域がある一方、カフカースの所属と対峙する前線であったアートゥルパータカーンのように軍事上の重要性が高い地域もあった。マルズバーンには辺境地帯の統治が任されていたが、交易路の安全の確保を行うのもマルズバーンの任務であった。そのため彼らは、 ベドウィン、エフタル、オフズといった遊牧民族の脅威と戦った。その一方で、ローマ帝国やクシャーナ帝国のような定住する外敵に対しても防衛の最前線を維持した。ホスロー一世の統治時代には、軍政改革が行われ、スパーフベドが統治する4つのフロンティアが設定された。スパーフベドは時折、マルズバーンと呼ばれ、 次第により多くの中央の州の統治者に対しても、その言葉が用いられるようになった。また、かつての共振である、リフカーナーンの台頭と貴族化が進み、サーサーアン・アサを支える重要な柱となった。しかしながら、この中央州権下の進展は、権力の軍事組織への移転を招き、最終的に帝国の瓦解を導いた。サーサーアン・アサの社会、行政、 軍隊の構造と制度は、中世のイスラーム文明に受け継がれた。しかしながら、マルズバーンに関しては、イラク地方のように、ムカーキラに置き換わって徐々に姿を消したケースもあれば、ホラーサーンのように特権を維持し続けたケースもあり、地域差が見られる。全体的に外観すれば、マルズバーンは、リフカーナーンに置き換わったとされる。サーサーン朝以降の歴史において、 〇〇というニスバを持つイラン系の家系が存在するが、これは彼らの先祖にマルズバーンだった者がいることを示している。例えば、巧妙なイスラーム法学者、アブーハニーファは、イスラーム法関連の文献資料では、ヌーマーン、イブンサービト、イブンズター、イブンマルズバーンが公式な名前とされており、カーブルのマルズバーンの子孫であるという。カーブルは彼の父親の出身地でもある。 また、タバリスターンのバーワンド町の王族たちや、アゼルバイジャンからアルメニア地方にかけて存在したサーラル町の王族たちは、彼らの名前の中でマルズバーンの称号を用いている。ありがとうございます。